あとあのハーモニクスが出てきます。タッピングハーモニクスが出てます。ここなこれも気合で叩いてください。ここと、そして大事なのが次のパートなんですけども、ここかな。何やってんねて、いやこう手上げてるんですよ。何言ってんの、ここまでコピーしないとダメでしょ。ここまでコピーしてこそお師匠コードのコピーですから。これは1裏です。1212です。でこれで上げて、で拳の振り方なんですが、まあ厳密に言うと僕はこうこのような拳を作っております。そんなことどうでもいいって、これをこうグッと上げます。中途半端にこんなこんなで上げたらですね、うちのディレクターに中途半端言われて、それから僕はこれやってますけどね、やってますけど、これをやりながらでーん、ね、ちょっとここだけやりますね。じゃあしてる手だけで出してます。レコーディングの時は この辺りを叩いてます。これを手を入れてですね、でこれをやる時にですね、必ず、目の前にギャラリーを一人、最低一人つけてもらってですね、その一人に必ず手拍子をしてもらうという、で盛り上げ、うわーとか言って盛り上げ役を一人つけることですね。でこれだからその後にこの先ほど言っていたデコピンが出てきます。でデコピンはずっとこの6弦5弦あたりをこうやります。これをとさっきのやつを混ぜます。次はストローク、ストロークはこのこれと親指のアップでダウンアップダウン、アップはこっちの親指の裏で弾く感じです。でここまでできましたね。そうじゃあ一番最後エンディングのタカ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 タの速いやつ、あれはちょっとやりますね。基本的に人差し指は3弦4弦5弦というふうに叩いてるだけで、で押さえなくてこう弾いて出してる感じですね。ちょっと叩いてる感じ。最後のやつは、この辺の、5弦6弦あたりを先ほどのこれでバッて弾くと同時にパームですね、パームを当てます。同時でそうするとこのドンと混じってすごい重点音が強調されるわけですね。ゆっくりやりますね。ちょっと分かったんです。で、終わった後にこの左手でミュートを伸ばしっぱなしじゃなくてダーン、ここでミュートをすると。まあこの曲はある程度弾けるんだったら、ストラップをかけて立ってプレイしてください。でこれも立ってやった方がやりやすいんで、あとそうですね、立ってプレイをして最後も動かない、決めた。
俺が一番というそんなあのナルシストな気持ちになってやっていただけたらいいと思います。あとはもうねそんなね少々ねあのパームが入らなかったりとか、デコピンがうまくいかないっていうよりもそのノリというノリの部分ですね。基本的にこのダーン、これが結構難しいんですよ。意外とこう弾くんじゃなくてダーンダーン、これが基本で、これさえ崩さなかったら、それなりに聞こえてます。これも同じです。ダウンでアップダウンアップ、それさえ、気をつけてればもうあとはノリで、ギャラリーを一人つけてストラップをかけて、俺が一番と思ってやってください。